太友寺は、宮城県元吉郡南三陸町静川にある、総当州の寺院。三号は、松林山。本尊は、阿弥陀如来。平安時代末、欧州藤原氏三代、藤原秀平の四男、高校によって回帰したと伝わる。はじめ寺当初は、天台宗の寺で、もともとは、中瀬町にあったが、一時水備して、1537年に、 富町流玄寺三世、中室有敵洋商が、総当州に改め、阿弥陀如来を本尊として、現在の地に再建した。その後1648年に、消失17、1717年に再建。安永風土木書き出しが書かれた1774年には、客殿、西向き縦14枚横6間半と記されている、ことから、大伽藍の様子を提していた寺院であったことが、 忍ばれる。現在の本堂は、かやぶきとして、江戸時代末期に建てられたものを1980年に赤瓦に吹き替えた。南に伸びていた山道には、樹齢300年はあろうかという84本の杉並木があったが、東日本大震災の津波により越し、その材は沼田に再建された朝日幼稚園に使用されている。朱狼を含む山門は、百五十一年に、 入江屋の山内神路城によって寄進されたもので、町内に現存する建物としては最も古いものの、一つで町から有形文化財に指定されている。当時には他にも、地獄絵や、マビき絵馬、キリシタン近世の生札など、反省時代の貴重な資料が数多く残されている。ありがとうございます。